ごくて優しくて、面白いコーチです。すごく分かりやすいし、楽しくできました。すごく良かったです。子どもたちのことをたくさん学ばせてくれて嬉しかったです。プロの選手とこう触れ合う機会っていうのは、子どもたちにとっても希望になるのと、もしかしたらこの中からプロの選手が生まれるかもしれない。そんな気持ちでワクワクして、多分保護者の皆さん見てると思うので、今日来てきた理由は、子どもの友達に紹介してもらって、子どもがアルバルク東京の大ファン で、セバスチャンサイズに教えてもらえるっていうのがすごくいいチャンスだと思って、すぐに応募しました。ここで終わりじゃなくて、ここから何を得られたか、何をチームに持って帰れるかっていうのをぜひ考えて、これから過ごしていただけたらと思います。シュートの時に、肘をまっすぐ伸ばすこととか、ドリブルを強くつくこととかの基本的なことと、あと難しいパスの出し方とかを教えてもらいました。今日学んだことは、疲れた状態でシュートをいかに決めれるかとか、走りながらパスのをする方法を学びました。バスケでパスとかドリブルとかシュートをセバスチャンと一緒に経験して、いい経験ができたので良かったと思います。やっぱり直接指導してもらえるのもそうですし、技術的なことを声にかけてもらえることがやっぱり貴重な体験なので、試合を見に行って楽しいのもあるけど、やっぱり実際一緒にプレーできるのが一番いいなと思いました。そんな簡単にはできない場所だと思うので、私もコーチとしてこういうところに携われてすごく感謝していますね。今日学んだことは、シュートとパスとドリブルとセバチャンサイズと一緒に3-on-3をやりました。はい、小学校が終わってからすぐに走って家に帰ってきて、もうすぐに行きたいという、生き生きした気持ちで、来ました。もう早く行きたいと、もう楽しみな気持ちで、はい、来てました。はい、素晴らしかったです。もう何よりスタッフの皆さんがあったかいのと、熱心に見ていただいたっていうのがすごく保護者からも伝わってきました。今日良かったことは、いろんな知らない人とかと関わりを持てたし、楽しく学べました。特に楽しかったのは、セバスチャンサイズと 3-on-3 をやったことです。5対5のゲームとかを、いろんなところでやれたところが楽しかったです。楽しかったことは、最後の5対5でセバスとできたことです。プロの選手と実際に交流して練習をする機会っていうのはなかなかないことだと思うので、普段感じられない緊張感とか、そういったものを感じて、いい起爆剤になってもらえたらなと思います。